人間と仙人の決死の抵抗が実を結びつつあった。連合軍は各地でオーディン軍を撃退。オーディンの勢いは一旦停滞する。この状況を危ぶんだアレスとロキは自ら出陣、大軍勢を率い宗妃が守る連合軍の城へと攻め寄せた。劉備たちからの伝言を預かってきた。城は放棄し将の命を優先せよとのことだ。ふん、女神を伝令代わりに使うとは連合軍も随分偉くなったものだな。いや、私が自ら引き受けたのだ。人間の兵よりも早く移動できるからな。すでに包囲はかなり狭まっている。父の力を奪ったアレスは危険だ。私も早く脱出することを進めるが。分かった、ならばそうしよう。一つやるべきことを果たしてからだがな。城が包囲されるのは時間の問題。脱出するなら今しかないが、どうするのだ。敵本体は未だ南にある。まずは北の砦により敵前衛を迎撃。敵がひるんだ隙に西より撤退を図る。源氏の記憶に留め、敵は大軍。砦を守る加工派と合流できなければ我らに勝ち目はない。あの砦にもすでに敵が押し寄せているようだ。急いだ方がよかろう。あと少し持ちこたえてくれよ。その際捨てたものではないだ。今のところアレスが動く気配はない。だが奴は父上の力を手に入れている。戦いになれば相当の被害を覚悟せねばなりません。よくぞ砦を死守した。状況はどうだ。いや、ここは攻め口が一つしかないんで、どうにか防ぎ止めてるってところです。攻めがたく守りやすい砦とは都合がいい。寄せての戦力を削り撤退の機を伺うとし。なるほど、私も力を貸そう。木にやれると思うなよ。よう息子、よく粘ったじゃねえか。さすがは俺のせがりだぜ。いやいやいや、待たせすぎだって。もうダメかと思ったよ。なんと勇ましき敵か。わあ、結構やるな。そういや、今まで言いそびれてたけど息子が世話になったみたいだな。ありがとよ。いえ、私はただ加工派さんがさまよっていたところを偶然見つけただけです。むしろお礼を言うべきなのはこちらの方です。たくさん守っていただきましたから。我が豪遊とくと味わえ。命が惜しくりゃ獲物を置いてきな。アレス、世を滑るなどと本気で言っているのか。そう、俺はオーディンと共に絶対神となる。父上のように人間と馴れ合う神など害でしかない。敵の攻勢が止んだようだ。西への道が開けた。これより撤退を開始する。俺は源の義経、いかなる敵も止めてみせる。行くぞ、我らの前に道は開く。開かれた。その際捨てたものではない。
じゃあまるで西へ逃げてくださいとは思わんの。いやいやいや、さすがに考えすぎだよな。絶対的な力で支配してこそ争いのない安定した世界が訪れるのだ。アレス殿の考えこそ主神にふさわしい。私とオーディンの目は間違っていなかったようだ。悪いが、ここでゆっくりしていってもらうよ。ああ、やっぱりか。うまくいきすぎてる気はしてたんだ。これ以上頑張られると困るんでね。悪いけど、ちょっと本気を出すよ。我々を逃がす気はないらしい、アリス。お前はそこまでして何を。わっ、結構やるな。絶対神が決めた道をたどるな。くだらん。誰がそんな天下を欲するものか。争いも嫌だけど、神に支配されるってのもな。自由が許されないってことだろ。確かに、人が作る世界は完全とは程遠い。だが、そんな愛しい世界を今も私は守りたいのだ。アテナさん、なんだか雰囲気が柔らかくなりましたね。柔らかく、すまない。女神として節度を保てていなかったか。そういう意味ではありませんわ。今のあなたの方が私は好ましいと思います。武勇とて引けは取らぬ。撤退するしかない。落ちないのですね。戦った。逃げよう。西への逃走は完全に読まれていたな。このまま逃げ切れるのだろうか。第二、第三の伏兵があると見るべきだ。進路を変え、南より撤退を図る。いずれにしろ、油断はできん。一見敵の追撃をしのいでいるように見えるけど、実際のところどうなんだろうな。なんだか敵に誘い込まれているような、そんな気がします。ずいぶん遅かったな。低能な怪物を従わせる私の身にもなってくれ。ほら、怪物ども、せめて命令通りに動くんだ。さっさと奴らを叩き潰せよ。追っ手の到来は予想していたのに、召喚怪物どもの大将がよく似合っていた。我らにて無双の武を示さない。はい、この正式をバカにするのか。おとなしく私の踏み台になるがいい。私たちから逃げる術などないの。彼らはなぜまだ抵抗するのだ。愚かな人間どもに教えてやろう。絶対的な力の差をな。アレスが動いた。退路を塞ぐつもりか。ならば待て。またも神の力で弱き人間を守ろうという。いや、人間の強さならよく知っている。お前たちが来るまで退路を守るというだけだ。言ってくれる。さっさと周囲の敵を片付け、アテナを援護する。よし、我々も急ぐ。脱出路へ向かうぞ。
際、捨てたものではないな。張り切ってますわね。私も遅れは取りませんわよ。お強いのですね。お前こそ真の三国無双だ。幾度攻められ叩きのめされよう、諦めることを知らず歯向かおう。やはり人間は愚かで弱い。絶対的な力で支配することこそ奴らのためなの。アズラ殿、ご無事ですか。ああ、怪物殿、片付いたようだ。結局神様からは逃げられない。俺たち、まんまと乗せられてたってことか。ここまでだな。だが、最後に奴らは思い知るな。人間は思っているほど弱くも愚かでもな。まさか初めからアレスと戦う気だったのか。最後に策を覆してやろうと。全く人間とは。なんとか逃げ切ったか。いや、今度こそダメかと思いましたけど、アテナ殿のおかげですね。私は一人でオーディンやアレスと戦おうとしていた。だが、人の力と知恵がなければ、私は今、ここにいない。女神として、ふさわしくあらねば。そんな考えにとらわれて、数々の非礼を働いたこと。あ、心から。お詫びします。どうかこれからも力を貸してください。世界を救うために。皆さん、ご無事に戻っていらして何よりです。でも、そのアテナさん、ちょっと雰囲気が違うような。普段は女神としてあるべき姿を保つよう努力していますが、本来の私は威厳などとは程遠いのです。失望なさったかもしれませんね。ですが、あなた方にはきちんと素顔で接さなければと思ったのです。失望なんてとんでもありません。今のアテナさん、話しやすくてとっても素敵だと思います。そうですか、よかった。それにしても総妃には驚かされました。わざと策に乗ったふりをしてアレスに接触するなんて。奴が何のために父を裏切りオーディンについたのか、考えの一端を知りたくてな。奴はゼウスへの不満につけ込まれ、オーディンに共に世を支配しないかと持ちかけられたようだが、奴の器そこまでのものとは思えぬ。後で手痛い目に遭わねばいいが。オリュンポスの神として誇り高き戦。よしよし。
アテナ、無事戻ってきて早々すまぬが、聞きたいことがある。旋回に一つだけ置いてあった力のこもっておらぬ腕は、これは誰が置いたものか心当たりはあるか？腕輪はいくつかペルセウス、いえロキに盗まれました。可能性があるとすれば彼か、もしくは父かと。ほう、ゼウスじゃと。腕輪を鍛えるため父は魔王オロチの大釜をそちらから借りたそうです。無断での行いを咎めたところ、土産付きで返しに行くから許せと、そう言っていました。やはりそうか。いや、かすかにだが、腕輪があった付近からゼウスに似た気を感じてな。もしやと思ったのよ。しかし、なぜそのようなことを？ゼウスは英雄を集めて戦ってみたかったと言っていました。それだけなら旋回を巻き込む必要などないのでは？オーディンの企みについて何か知っていたのかもしれない。今となっては聞くこともできぬ。ならば本人に聞けばいい。オーディンが手勢を引き連れ攻め寄せているようだ。自らな。炎の方、急ぎ防衛体制を整えていただきたい。アレスとロキを倒され危機感でも抱いたか。ふん、奴の出方見せてもらうぞ。していますね。私でよければお話を聞かせてくれませんか？少し困っているんです。軍の規模が大きくなって浮ついている人や怠けている人が増えてきたので、やっぱりお仕置きしかないのかしら。お仕置き？そうすれば皆心を入れ替えるのでしょうか？おそらくは。女神のお仕置きであればより効果は見込めるかもしれませんね。わかりました。精一杯頑張ってみます。神としての務めを果たすために。あ、行ってしまった。こんなところに可憐な女神が。可憐？初めて言われた気がします。困りましたね。神としての威厳が足りないのでしょうか？いや、戦場でのあなたは気高き戦士だ。相対した奴はその気迫に思わず逃げ出すくらいな。だが普段のあなたはどうだ？その愛らしさに花ですら恥じらってしまうほどだ。褒めていただきありがとうございます。今後もオリュンポスの神として恥ずかしくない振る舞いを心がけます。その真面目なところも素敵だ。わかりました。くどい。オリュンポスの神として誇り高き戦を。
一致団結してアレスとロキを撃破、最大の危機を切り抜ける。この事態を重く見たオーディンは自ら出陣、安倍の生命らを引き連れ連合軍の領土に攻め込んだ。全世界の統治を宣言した神オーディン、その隠された実力。カジュ、安倍の生命、黒田官兵衛、オーディンにつく人間たちの目的がわからぬ。なんというか妙なんですよね。明確な敵意を感じないというか。奴らと密かに接触できればオーディンが世を滑る手段とやらもわかるかもしれん。だが今はオーディンに対処することが先決よ。奴の力に潰されぬよう心していろ。人間どもに利用価値があるかどうか確かめてやるとしよう。その力を試すだろ。舐められたものだ。まずは敵の出鼻をくじく。正面の生命に狙いを定めよ。この戦、オーディンの目があることを覚えておく。使えぬと分かれば殺される。全力で挑むことだ。全力で挑めだと。一歩も動かない。総秘殿、いかがいたしましょう。砕け散れ。何を戸惑う必要がある。望み通り全力で叩き潰してやれ。ああ、それでいい。私はひとまず引いておこう。生命は引いたか。ならば前線を押し上げ敵の目を引きつけるのだ。私たちの戦慄で勝利を呼び込みましょう。荒ぶる魂の調べ、奏でよう聖絶に。核を奏でるのかの。ミアビヨンの。マロもついていくの。食らいつかしてくれるわ。私の旋律、皆様にも気に入っていただけるといいのですが。清らかな中にも憂いを帯びた名曲やの。超支流離れた家族を思う望郷の念がにじんでおるの。上等。その戦聖絶だの。オーディンの言葉を聞いたか。利用価値とか。オーディン、さあ知りたくない。奴に直接問いただすしかあるまい。簡単に口を割るとは思わぬ。何だ、魂を揺さぶるこの曲は。貴様の反骨魂を揺り起こす魂の叫び、抗え聖絶に。期待しているぞ忠烈。野望を果たすため元の世界に戻りたいでは。来たれ、だって野望と。私はあなたの時代のため力を尽くすのみです。くれん男、その際捨てたものではない。まだまだ足りん。もっと見せろお前たちの力を。旦那様、何をほうけていらっしゃるのです。さっさと次の指示を出していただかないと。分かっている。今言おうと思っていたのだ。将、瞬間、元気と共に進軍せよ。これにあり。母上と元気と一緒かよ。面倒なあ。いや、さっさと進みましょう。戦ばかりでは気がめいってしまうわね。元気殿、後で一緒に肉まん作りでもどうかしら。ぜひお願いします。実は
どうしてもうまくできない工程があって。おいおい、この状況で料理の話かよ。女ってすごいな。責任は果たす。基本だけどすごいこと。ここを通ることは読めて、取り囲み殲滅せよ。おっと、敵が伏せてたか。こんな稚拙な罠にかかるとは。相変わらずやる気がないようですね、芝生殿。将軍殿、人間の敵に回るのは楽しいかしら。口の聞き方がなってない。私は神に選ばれた男だぞ。アジア、またお前か。いい加減敵に回るのも飽きてきたんじゃないか。お前がこちらに寝返るというなら歓迎してやるぞ。ウガタル、タイン。仲間に任せよ。成功法では勝てぬか。そうだ、さらなる力を見せるがいい。泣きおるか。だがこれまで者どもでよ、我らが陣を奪還せい。うまく運んだようですね。敵の守りが薄くなった今が好機かと。清盛を狙うか。よかろう三成、行くぞ。分かったよ。偉そうに指図する。その調子、その調子。お気をつけください。龍馬たちがこちらへ向かってくるようです。抗うのくしゃみの弦が勝ち切れる瞬間まで静絶に。抗うのマロの丸が勝ち切れる瞬間まで雅に。上等、そのままひた走れ。力負けするなって。師匠、あなたはやればできる子。あちらの敵もお願いね。師匠殿、いい加減にして。さっきから手を抜こうとしているのは分かってる。ラジュー、俺やっぱそっち行こうかな。ウガタルキ、タイン。オーディンは動こうとしませんね。一体何をしているのでしょう。仲間に入るのが恥ずかしいのかの。蹴鞠の心は和の心。一緒に蹴鞠たいの。オーディンのやつ、俺たちを品定めしてんのか。ったく、何のつもりだよ。認められても嬉しくはないけれど、ここで消されるわけにはいかない。次は負けぬぞ。市場をかきたてられるご活躍、お見事です。貴様は踊り食いにしてやろう。あなたこそ真の三国武装です。ウガタルキ、タイン。敵将見つけたつ。やりよる。次は負けぬぞ。その際、捨てたものではないな。総妃、曹操を差し置いて腕輪の力を得たことに戸惑いはないのか。ないな。私にとって父は初めから超えるべき存在だ。なんと勇ましき敵か。おっと待ちな。清盛のおっさんは
やらせねえぞ。猿の時に道を阻め、後悔させてやろう。よくやった、褒めてやろう。平清盛、言い残すことがあれば聞いておこう。なめられたものよ。勝負するにはまだ早い。我が宿願果たすまでは。指揮官は倒した。これで敵の足並みは乱れよう。あの大軍をはねのけるとは大したものだ。オーディンも満足といったところかな。気に入らんな。なぜ奴に試されねばならぬ。神の思い上がり、打ち砕いてくれよ。その調子なら心配なさそうだ。さて、私も全力でお相手しよう。やられちゃったの？こんなに援軍連れてきたのに。ここで敵の増援と合流される前に括弧撃破せよ。さあ、その力オーディンに見せつけるという。その調子、その調子。戦うのか。おじけづいた。ならば私一人で行こう。お前に泣かせるのはもっと不安だ。共に行かせてもらおう。調子づきよって。よくやった、褒めてやろう。可憐な少女や表舐めとったら見てまうで。剣を抜かせないでほしいんだがね。史上をかきたてられるご活躍、お見事です。これぞ無双。食べないで。責任は果たす。基本だけどすごいこと。予想以上の腕よ。駆け引きの妙、見せてやろう。触れてやるわけにはいかん。培ってきた武勇、見せてやる。援助の記憶に力負けするなんて。おお、あっぱれじゃの。駆け引きの妙、見せてやろう。来た、その力私に示すよ。くだらん命令など聞かぬ。私たちはただ全力で貴様を撃つだけ。よくできたわね。私も誇らしいわ。期待以上の力だ。全ては計画通り。逃げたか、オーディン。一体何を企んでいる。さて、私は連合軍に降伏させてもらおう。ということで、少し話をさせてもらえると嬉しいんだが。ほう、やはりお前は裏切るためにあちらについていたのか。そうなるな。私と果汁殿、官兵衛殿、
商海殿はこの世界に来て偶然ロキに声をかけられてね。己がどうすべきか考えるためにも軍内でいろいろ探っていたんだが、その結果恐ろしいことが分かったのだ。オーディンの目的は、なんでそんなこと。やつはかつて滅びを予言された。その運命をねじ曲げてから異常なまでに力にこだ、それを突き詰めた結果自分を脅く。ああ、その通り。それにはここが最も適しているんだ。神や仙人、力を持った英雄が集む。やつは読み出来上がるのは滅びの意志がたっぷりこも。己の滅びを避けるためだけに己以外の全て。バカな話だが、オーディンは本気だ。長い年月滅びの恐怖に脅かされ続けた彼は、私たちが滅びの運命から逃れる方法。どちらも厳しい道であることに変わりない。やるしかあるまい。奴のために俺たちが滅ぶ義理などないの。陰陽の術の出番だ。俺は執着。オーディンの軍に属する人間は皆そなたのように裏切る機を狙っているのか。さあ、オーディンやロキの目があったからね。全員の内情を知っているわけじゃないが、少なくともダッキとリョフは違う。ダッキはオロチを復活させるため、そしてリョフは強者と永遠に戦い続けるため。二人とも己の願いに忠実だ。願いといえば、セメ殿、ロキ殿の願いをご存知ですか。以前ロキ殿はそれを叶えるためなら何でもするとおっしゃっていました。ふん、残念ながら心当たりはないな。ただ彼はかつてアースガルズでの戦争に負けた。そして仲間を殺され、彼に残された力逆らう。そうウヌラが話に興じている間に破壊神を撃つ準ユグドラシルなどを作らせてはなりません。リョモー様、味方の軍勢が東西に分かれて布陣しているようです。何かあったのでしょうか。なんだと。リョモ、私も行っていいかし。戦場この程度無双などと誇るまでもない。オリュンポスの神であれば当然のこと。うまく進んでいるようだな。勝利をもたらす、それが私の責務だ。
うまく進んでいるようだな。敵のいない戦場で味方同士が睨み合っている。両毛のもとに衝撃的な報告が飛び込んできた。模擬戦でも手合わせでもない、尋常ならざる事。やはり模擬戦ではないようだな。奴らは本気で戦っている。資源も市場もいるようね。三つのとにかく仲間。味方同士が東西に分かれて争うなんて、力を示す。これは教育が必要かしら。一番悪い子は三成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。三成殿と家康殿に事情を聞きたいんだけれど、どちらも本陣にこもっているよ。まるでダダをこねる子供のよう。お友達を倒したら出てきてくれるかしら。見せてやろう。娘イージス。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ご婦人方、気をつけて進まれよ。両毛も反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。やっぱり資源たちも戦っているみたい。母の思い分からせてあげないと。この霧、なんだか嫌な感じがするよ。忍びの勘っていうのかな。
てっぺん譲らねえし、先生のアダガチの大満勝負だぜ。打ち取った。お前の地位を日々磨かれているな。見せてやろう。進め、いい。冗談もほどほどにしてもらおう。ちょっと問題発言だよ。即刻お仕置きだね。シーゲン、冷酷な母でごめんなさいね。今はどんな気分かしら。どうかお許しを。お叱りは後で受けますよ。失礼。この調子でもう一つの王術も止めないと大変なことになるね。師匠、あなたこんな時だけ本気で戦ってどういうつもり。なんか面倒くさそうなのが来たな。とっとと片付けるに限る。頑張ってるね。立派だよ。まだまだ暴れ足りねえな。あそこの無才をさを仕留めてやるか。わしの相手はあの将か。息の根止めてくれるわ。やけに騒がしいのが近づいてきているな。まさかとは思うが、孫悟の連中もいるのか。これはあいつのせいです。あいつが俺を。あいつって誰だっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいで。俺を忘れたか観念。この暴れっぷり手がつけられぬ。郊外殿もしっかりしてくだされ。やはり何かがおかしい。があるわね。これで少しは静かになるかしら。よくできたわね。私も誇らしいわ。
取り戻されたようですな。わしは何を家康殿と共に戦場に来たことまで。こうなれば撃って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。しっかりしろ観念。いくらお前でも敵味方の区別はつくだろう。おっさん、俺何してたんだ。なんであんたにキレてたんだ。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。この総士官全て潰してやろう。全て潰すだと。公費は確かに冷酷だが、仮にも仲間に対してあんな物言いをするか。ヒンマさん、どうしちゃったの。私に手を挙げるなんて悲しいよ。これが お姉さん。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。お前の地位日々磨かれているな。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場と知るのだ。我が年中の記憶に留める。リングにしては妙に攻撃的だ。この戦、裏に何かありそうだな。よくできたわね。私も誇らしいわ。本体を出さぬわけにはいかぬか。敵を総統し、我らの旅力を見せつけよ。そんな格好でウロウロするな、バカ。死にたいのか。ほら、ミツネリ、口も態度も悪い子は戦艦だよ。ごめんなさい。源氏の記憶に申し訳ありませんでした。ですが、暴力的解決は避けていただきたかった。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないね。つまり、どうしてこんなことになったの。我らはただ、妖魔を倒すために出陣しただけです。妖魔ちゃん、どこですか。その霧が出ると同時に姿を消したのです。ほら、ソーヒー、三成と一緒にいたずらしちゃダメでしょう。うるさい女だ。今すぐ我が前にひれ伏させてやる。困ったな。みんな正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。力を示す、うん、強くて賢い、いい子だね。リハチ、これにあり。強者とまみえるは誉れ。来い、お手合わせ願おうか。敵将、そこを動くなよ。剣山、神の力を示す。この戦場に割って入るとは、なんと強引で傲慢な女子か。家康、引き捨てならないよ。ねね忍法でお仕置きだよ。竜となっていざ、とどめだ。なんという武勇。よくできたわね。私も誇らしいわ。正気に戻ったわね。あなた、ネネ殿に随分ひどいことを言ったわよ。なんと、いたたたた、いや、急に面倒をかけてしまいました。この霧が出た直後、皆おかしくなって、私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいました。ネネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場に
は妖魔がいたようだ。けれどこの霧が出た直後に姿を消した。そして皆がおかしくなったのよね。それから仲間同士の喧嘩が始まった。きっと一番悪い子は別にいるよ。どうや、はっはっは、我が策を見破ったか。ならば王林に我が愛自ら相手をしてやる。黒幕が出てきたか。奴を討ち取りこの騒ぎを終わらせるぞ。どうやら我らは惑わされていたようだ。やはりあの霧が原因であったか。霧が晴れた途端全てを思い出したぜ。他人にいいように働かされるなんて。清盛、よくも惑わせてくれたものだ。この礼はたっぷりとさせてもらう。俺はおっさんに刃を。福島へ散りつけてもらうぜ。お前の地位日々磨かれているな。うん、強くて賢い、いい子だね。天下無双のお仕事して偉いよ。よくできたわね。私も誇らしいわ。こたびはお互いひどい目に遭いました。まったく、二度とこんな戦いはごめんよ。そうですね、少なくともこの世界のように。同士討ちは妖魔の仕業だった。真相はあっけないものだったわね。仲違いでなくて一安心だ。これでまた一丸となって戦える。うんうん、雨降って地固まるだね。これからもみんな仲良く頑張ろうね。とにかく本当の喧嘩じゃなくてよかった。おねね、あ、いねね、しげ、うん、これは執着。人間と仙人はオーディンの猛攻をしのいだ。その後オーディンの恐るべき計画が阿部の生命の口から語られる。オーディンは破壊神の力を借りてイグドラシルを生成。その機に異界の力を集め最終兵器を作り出そうとしている。兵器が完成すればオーディン以外の全てが滅びるだろうと。オーディンの野望を止める方法は破壊神を倒しイグドラシルの生成を止めること。連合軍は総力を持って破壊神討伐に挑む。いよいよあの破壊神に迫るか。あの者を討たねば人に未来はない。我らの武をもって何としても討ち果たさん。
信長が命ずる破壊神を撃て。断然の敵を突破する。俺も行こう。忠勝、いや、先陣とした破壊神のもとへ向かうのだ。ただし無理は済んでないぞ。心配無用、我ら決して因事にはいたしませぬ。貴様の力はこんなものではない。オムオロジアラミとは違う。うちも協力するで。アキちゃんの頼みやも。私を足止めに使うと。まあいい、うまく奴らの目を欺くとしよう。手は抜くな。そうでなく、あの女も納得しまう。ダッキの目が戦おう。演技は難しい。悪いが本気でいく。変してやったのだ。言っておくが、これが私の実力ではないからな。それで行け。我らはこの道を守る。決して敵は通さぬ。早く破壊神の元へ。なんて凄まじい力。いな、ひるむでない。この支柱に活を見出せ。あらてか、すべて破壊する。信じておった。この程度で信長は満たされる。信じておった。我ことも何に望みて引かず。ここで稲が倒れては世界が。これが破壊神の力。生じた破壊者よ、我を終わらせてみせよ。が、全てを滅ぼす。望み通り滅ぼしてやる。様を。オロチ様？あの時、オロチ様も復活していたの？これじゃオロチ様と戦うことになるけど、それはそれで楽しそう。オロチが2人、面白い。俺も戦うぜ。待って、呂布さん。どうせ乱入するなら、オロチ様たちの戦いが盛り上がってからにしましょう。ならば、俺は家康でも片付けておこう。よすのってほんと大変。このうさ、信長さんでもいたぶって晴らそっと。敵は殿と信長殿を狙うか。やらせはせぬ。我らにて無双の分を示そう。忘れていた。我らは過去に奴と戦っている。
そうです、あの時も融合した世界で他の英傑たちと一緒にオルツに挑みました。その後奴から生まれた幼者も倒したが、記憶に留め悪くない座標であった。日の元の将、それに旋回の者たち、そうだ、すでに我らは仲間とも出会っている。私ももっと負を磨かねば。イナの方こそ危なかったです。あなたの鍛錬のほどがうかがえます。神殿です。せぬぞ、玉殿、タッキ殿、我らは守備に徹すればよいのです。所詮異能の衆、足並みは揃わぬ。こうなっては我らも援護に回るしか。我らも動かねば怪まれるか。家康殿を守らねば。どれ、ここを通してはならない。もう帰る。でも楽しみが増えちゃった。あかん、ダキちゃんが危ない。キオリハン、ごめんな、うちに助けに行く。ここで俺と遊んでちょうだい。めくらしてやれ。あかん、やられてもうた。ダキちゃん、ごめん。何故我の前に貴様を滅ぼす、すべてを終わらせる。貴様が我らを終わらせてみよう。我が輩を守る者がおらん。清盛が手薄になったか。今こそ干され。せえ。我が輩が破れる。申し訳ございません。実は解けた。今こそ破壊神を撃つのだ。この忍者の記憶に我を退けても無意味。全ては破滅に向かっている。オロチ二人は引いた。されど、このままではオーディンの企みが成就してしまいます。破壊神を滅ぼすことあたわず、イグドラシルはきっと作られてしまう。そうなればどんどん世界の力が吸われてしまうんですよね。うむ、その前に、しかしまさか魔王オロチも蘇っていた。実はあの姿を見て記憶が戻った。ひとまず戦わずに済むのはありがたいが、いずれは俺は執着。敵の軍勢がこちらへ急行中。率いているのはオリュンポスの神。アレスか。奴には父上の強大な力がある。どう対処したものか。信長に任せ。連合軍の前線虚しく、
イグドラシルは生成されてしまった。破滅の巨木は異界の力を吸い込み成長を始める。破壊神を倒せばその成長を止められるかもしれない。人間と仙人は一縷の望みをかけ彼との再戦を目論む。だがオーディン陣営がそれを許すはずもない。ゼウスの力を得たアレスが連合軍。信長殿ってすごいですよね。今だって私たちに攻められた時だって焦っているのを見たこと。確かにアレスの方がこの戦も信長を囲むは神の大王ぜひも待ち各所功を求めるも人らしく抗うとしようぞ。あれ敵がもう城内に入ってきてます。追い払わないと。人間風情がいい気になりよった。力の差を思い知らせてくれ。信長のやつもこう求めるなだろう。こんだけ強いやつがいるのに暴れるなってことかよ。彼らは今までの敵将とは違うようですね。どうやら強化されている様子。恐らく術ですね。美しい戦ぶりですよ。なんと圧倒的な力。いつまで持つか見ものだな。怪物はより集まり門を破った。人も負けてはおられぬ。なあ怪物を操る者が必ずいるはず。敵陣を素早くかけそれを美しく撃つのは我らの役目だ。お二方はまさにあうんの呼吸。私も遅れは取れません。じゃあ私は足のところであの大きな怪物を止めます。その心意気はよし。別の橋は我と張飛どもに任せよ。おうよ足止めなら得意だぜ。俺たちに盾つかなければ兵として使ってやってもよかった。思い上がり逆らうなら用はない。我が配下と共に踏み潰してやろう。雪村、感服いたします。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。雪村、感服いたします。おのおの向こうに知らずとも合力して奮闘している。この強さを信長公は引き出そうとしたのか。信長殿もみんなもすごい。私も仲間のために頑張ります。俺の前まで来られたことは褒めてやる。だがそれが貴様の限界だ。この程度で勝ったつもりか。まあいい、体勢を立て直すとしよう。よし、おいおい、あの黒い怪物も来んのかよ。極の怪物はおとりか。城内の信長殿が危うい。城内へ戻る。そうですね、素早く華麗に味方を助けましょう。いいですね、美しい戦ぶりですよ。人
50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくに人間の性は神の刹那ゆえに抗うのよ。いいぞ、そうだ、調子だぜ。救援ありがとうございます。怪物を操っているとはあっちです。あの怪物、操る者を倒さねば何度でも出てくるようですね。今日はもう勘弁してやる。救援かたじけなし。怪物使いはあちらに陣取っておる。この程度では信長は満たされん。いかん。救援感謝します。怪物を操る者があちらにいるようですね。真似はさせん。触れてやるわけにはいかん。おお、来てくれたか。怪物を操っている奴はあっちに出るだぜ。この程度では信長は満たされる。バカ、
人間風情がここまで耐える。いい、俺自ら討ち取ってやる。信長も全力で抗おう。ぞ、見事。いいですね、美しい戦ぶりですよ。今こそ信長公を救いせん。七は脱したか。今こそ信長殿を救援せん。人間は弱く短い命しか持たぬ不完全な存在。本気で神に抗うつもりなら笑えるな。神の不幸はその通りか。対して人は弱い、故に結び抗う。一瞬のせいに全て落とす。有無の不幸は人のせいを侮ったことよ。狙うはアレスの首ただ一つ。真田幸村参る。いいぞ、その調子だぜ。我らにて無双の武を示さない。はい、バカ。父上の力をもってしてなお破れるなど。オーディン、ちょうどよかった。奴らを。お前などにこの力は使いこなせまい。奪う機会を待っていたのだ。始末しておけ。は。本気でオーディンが君と対等だと思っていたのか。奴はそんなに甘い男じゃない。なぜ助ける？あれ、なんでかな。体が勝手に。とにかくとどめはダメです。やり直す気があっても良いはずです。人間にも神にも。甘すぎるな。人間ごときがくだらん情けをかけおって。アレス、なぜお前はそう素直になれぬのだ。救われたこと自体には感謝しているのだろうに。みな、弟を救ってくれて礼を言う。いいえ、私たちが勝手にやったんです。お礼なんてそんな。それにしてもまずいですね。オーディンはゼウス殿の力までも手に入れた。これも彼の策略のうちなのでしょうか。父上は一体どこまで見抜いていたのか。ならば聞いてみればいい。ウヌが殺めた男がいかに口を利く。父の体はまだどこかに隠されているはず。しかし父上の力はすでにオーディンが奪った。
俺に考えがある。アーもコケにされて、そのためなら俺は。アレス、神々の王となるのよ。し、俺は執着。アレスよ、貴様には父を討ってまで成し遂げたいことがあったと聞く。それは一体何じゃ？人間ごときに話す義理はないが、まあいい。俺の目的は、人間は愚かで弱く、常に管理せねばならぬ存在。それなのに、王である人間を自由にさせ、気まぐれに世を引っかき回し、そのくせ全て。このまま行けばオリンポスは繁栄を失い滅びるだろう。なるほど。だ、いいえ、神をバカにするなどとても。で、今度はせっかくてめえで倒したゼウスを追って。人間、まあ、そのゼウスの体は隠したのはロキだ。やつめ、何としても場所を吐かせてくれる。殿、待ってください。今の彼、ソーヒー、また貴様と共に戦うことになるとはな。今度こそ俺の指示に逆。神々の王となるのはこの俺だ。ナオトラと言ったか。貴様は、あ、やはり俺こそが無双、皆の上に立つべき存在よ。これでいい。俺に逆らう奴は全てひざまずかせてやる。全てはオーディンの手中であった。彼は連合軍の攻撃により弱ったアレスからゼウスの力を吸収、全世界の絶対神となるべく着々と準備を進める。この危機を救う鍵となるのはオリンポス神ゼウス。オーディンの暴走を止めるには彼の力が必要であった。連合軍はゼウスの体の行方を知るロキとの接触を試みる。オーディン配下のロキを説得するのは容易ではない。それでも世界を救うため人間は進まねばならなかった。アレス殿、やっと追いつきました。お一人では危険です。どうか私たちと共に。俺は父やアテナとは違う。アレス、救われておいてまだそのようなことを。自分の過ちは。アレスさん、やれやれ。果たして相当、うん、気になるな。
キ殿はあそこに。急ぎ向かわねば。バカめ、こう敵が多くては近づけぬな。手分けして敵の砦を落とすのじゃ。この戦の指揮を取るのは政宗様です。私がそばにいるとはいえ、無茶無謀は控えられますよ。目の前の敵をやっつけて砦を奪えばいいんですよね。そうだ銀兵、ロキド殿の元まで道を開くぞ。父上の亡きならの愛か、力ずくで聞き出してくれ。ロキ、オーディン、絶対に許さんぞ。培ってきた武勇見せてやる。敵の動きが読み切れません。念のため孫市様、稲姫様には本陣を守っていただきます。ならば私も本陣の守備に当たろう。それは嬉しい申し出だ。女神さんのことはこの俺が守ってみせる。そこにいるのは両夫の娘。また戦わなければならないなんて。おお、見覚えのあるやつだが、少しは楽しめず。あの方は何かのために戦っているのではない。ただ戦いそのものが目的なのですね。ああ、包囲を振るい、ただひたすらに争いを求める、それが呂布だ。やっと貴様はなかなか手応えがある。簡単には潰れてくれるだろう。あなたを撃ち、ロキ殿に会う。それまで知りはしない。兵力では敵が圧倒的優位なのに、なぜ奴らは数で押し潰そうとしない。ご無礼ながら、私もそこが引っかかっております。慎重に敵の動きを見極めるべきか。そういう時こそ勢いに任せて突っ込むべきでは。ここは稲が衝突はならんぞ。衝突は小十郎を信じ控えておれ。呂布殿、今こそ鬼神の武を発揮する時ですぞ。思うがまま、思うがままに暴れてくだされ。まもなくこの地にあの神が訪れるはず。戦の流れが変わるその時、その時が策の要点ですぞ。腕輪が上がったので、もはや奴らの勝ち目はない。無駄な抵抗はやめ、安らかな死を選ぶべきだ。私はただ願いを叶えるために生きてきた。あの屈辱の日々、忘れられるはずもない。さすがです、あなたならばと思っておりました。小野の不意地、引くわけにはいかぬ。膝を見せてやったじゃん。力負けするなって。この砦は制圧してやったぞ。さすがは絶対真の子。じゃが両夫が暴れておる。油断は禁物ぞ。ティポーンよ、燃えしろ。昔の冷たいあなたもよかったが、近頃の柔らかいあなたも俺は好きだぞ。ありがとうでいいのでしょうか。戦のさなかに女子を口説くでない。世界に来ても貴様はまるで変わらんな。おう、俺の前に立つ。いい度胸。真田の信念、今こそ試される。さっさと手を貸せ。はい。
によって真面目に戦うのか。美しい女神から目をそらすなんて無理な話だ。竜とかそれで敵にやられるなら本望だぜ。それは困るわ。できれば無事に生き延びてほしいわ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。すぐにひねり潰してやる。待っていろ。救援感謝します。こちらの砦は抑えました。お見事でございます。しかしまだ呂布が暴れている様子、ご注意。おい、勝負の続きだ。ひねり潰される覚悟はいいな。かっこいいぞ。見事に負けちまうとは。ああ、この砦では超紫龍が抑えた。あっぱれよ。じゃが敵も黙ってはいまい。気を抜くでないぞ。俺の力を思い知る。貴様はそこらの雑魚とは違う。つまらん戦はしてくれるなよ。これにより。お前を楽しませるために戦うつもりはない。私は世界を救うために槍を振るうのだ。あなたならばと思っておりました。この砦の敵はいなくなったみたいです。さすがの怪力、恐れ入りました。引き続き周囲の警戒に当たってください。イハチ、これにより。少しはできるようだな。だがその程度で俺は倒せん。働きだ。私も負けてはいられないな。さすがは戦功者にあらせられる。見事砦を抑えてくださったようですね。引き続き他の砦もお願いします。来い、今度こそ俺を満足させてみろ。ご無礼ながら上敵でございます。その名前に引くわけにはいかん。俺の力を思い知る。砦は概ね抑えました。にもかかわらず敵が動く気配を見せない。愚かな人間ども、ゼウスの力を得た私に抗おう。無駄なこと。現れました。全軍オーディンの進行に備えてください。間近で見るとやっぱりすごい筋肉ですね。キリキリ私ですが精一杯頑張ります。かかってこい。貴様のそのバカ力でも俺は揺るがん。
オーディン殿が降臨しましたな。私はこの時を待っていたのです。オーディンが来ては戦場が荒らされてしまう。神教、なぜ父上を邪魔する存在を喜び迎えるのだ。ここは父上がようやく巡り会えた最高の戦場。誰にも邪魔だけはさせぬ。御霊気出るぞ。呂布の娘が動いた。小次郎様、ここは私に行かせてください。私の精子を振り切り突っ込む気満々のご様子ならば、行って蹴散らしてきていただきましょう。私を倒せて喜んでいるようだ。この後さらなる絶望に襲われるとは知らず。久々に楽しめ。いいかよ、俺以外の奴にやられるなよ。見事な働きだ。私も負けてはいられないな。ご無礼ながら上敵でございます。これが五魂武装の武なのですね、父上。押して参る。貴様の本気を俺にぶつけろ。重いし平八、これにやり。ゼウスの力を得た私は完全なる存在。永遠に滅びることはない。戦を邪魔せば怒ったルフはどう出るか。それが向こうの軍師の狙いだとすれば。雪村様、アレス様、オーディンを止めてください。無理に倒そうとせず時間を稼ぐのです。承知しました。できれば引き裂いてやりたい。今正面から見つかったとで勝ち目は薄いな。趙雲様と銀平様は雪村様たちの援護、くれぐれもご無理はなさらぬように。承知した。私の力で抑えられるか自信はないけど頑張ります。小次郎、龍が出るぞ。呂布の相手はわしに任せよ。政宗様、無駄に活躍していただいても困ります。足止めするだけで構いませんので。言われずとも心得ておるわ。呂布は強敵だ。政宗、私も共に行こう。麗しの女神をあんな危ない男のそばにはやれないな。とはいえ諸突猛進する姫君も心配だ。ご心配なく、呂布の娘は私一人で抑えます。なのに敵が多くて進めない。どこまでも立ちはだかるつもりか。父上の戦を邪魔するならば容赦はしない。オーディンに従えば人も世界も皆滅ぶのです。そうなれば呂布ももう戦うことなどできない。永遠に戦えるという話は嘘なのか。しかし、ここまでやるとは。だがそうでなくてはつまらん。あんたかっこいいぜ。これが五魂武装の武なのですね、父上。どうしたアレス、私に歯向かう力も残っていない。貴様は俺を利用し裏切った。この恨みは必ず晴らしてやる。アレス殿、待ってください。今は抑えることだけ考えましょう。両方戦の分見せてやる。嘘とし、私は何度でも蘇る。それだけの力があるんだ。一体どうやって立ち向かえばいい。それでもロキ殿に会うまでは倒れるわけにはいかない。モノノフの意地引くわけにはいかん。どう
しい。俺はこんな戦いを待っていたのだ。遊びは終わりだぜ、最強の武、その身に刻んでくれる。俺に勝てると思ってんのだ。俺が叶う相手じゃねえか。ご無礼ながら上敵でございます。俺に勝てると思ってんのか。おお、貴様も神か。おぼし、俺と戦え。私の力は見せ物ではない。だが人間たちのため、お前を止めよう。もう少し俺の力を頼ってくれてもいいんだぜ。私はどうすればいい。さっきの話は本当なんだ。父上、デーキ、一緒に戦ってください。皆のため、そして何よりあなたの父上のために。その言葉に偽りはなさそうだ。わかる。私もお前たちと共に行こう。戦いの邪魔をするな。力ある人間はヌグドラシルの良い餌と。あまり消耗させたから。リョフ、お前は下がること。ふざけるな。好きに戦えるというからお前についてきたのだぞ。戦いを邪魔するな。もはやこれは次に俺が消し飛ばすのだ。貴様だ、オーディン。貴様との戦いが一番楽しめそう。さあ、かかってこい。目先の欲に負け、私に逆らうか。どこまでも愚かな。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。あっぱれなる勇士よ、おめでちかし。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。リョク殿の敵は我らの敵。我が軍はこれよりオーディンの首を目指しますぞ。やはり向こうの軍師はリョフが離反するのを読んでいたようです。故に攻めに出ず、オーディンの到来を待っていたか。おやおや、私の策に気づいた方がおりますか。連合軍にも一癖ある軍師がいるようですが。大事な力をこれ以上消耗させるわけにはいかない。愚かな人間は。また逃げるな、オーディン。まだ勝負はついていないぞ。オーディンは去ったようですね。急ぎロキ殿のもとへ向かわねば。リンディ、お前の死この事態を読んでいた。兵の動揺を抑えるためには即興とは思えぬ。神の思惑とリョフ殿の理想とは相入れぬもの。私は二つをあるべき姿に戻しただけですよ。あんた、かっこいいぜ。見ただろう。君たちにオーディンは倒せない。そろそろ諦めることを進める。それはできません。
私たちは最後まであがいてみせます。参ります、ロキ殿。ロキ殿、私たちの思い受け止めてください。なぜ君たちは諦めてくれないんだ。教えてください、ゼウス殿は一体どこに。ロキ殿、この景色は。ロキ殿、ありがとうございます。しかし、なぜ今さら奴が出てきたところでオーディンの計画は止められはしない。そう、止められないんだ。彼らはこのまま滅びる。私の願いはたった一つ、叶えるためならどんなことでもしよう。それなのに、なぜ私はこんなにも迷っている。ロキ殿がゼウス殿の居場所を教えてくれてよかったです。奴にしては珍しく何か迷っている様子だった。いつも余裕を崩さぬいけすかぬ男だというの。味方として共に戦い、そして敵として対し。そう、まあ俺は強い奴と戦えればそれでいい。あのままオーディンの元にいればそれができんからこちらに来た、それだけだ。ふっ、ヨフ殿はどこの世界でも変わりませんな。オーディンを裏切っていただくためにどれだけ苦心したことか。あの、チンキューさんはリョフさんを寝返らせるためにって。もちろん、もちろんですとも。ですか、チンキュー、よくも父上を利用する。でもそのおかげで。それはそれにしても厄介なことになったわ。まさかオーディンを倒すことができぬとは。何度も蘇ってしまうなんて、ゼウスさんの力を得たからなんでしょうか。このままでは破壊神を倒したところでオーディンの野望は止められぬかもしれない。戻って皆で対処法を考えねば。両方戦の部、誰にも止められはせん。鬼神の娘、神宝代。俺は執着。何度でも蘇るオーディンを倒す。難しいですが、この世界であればこそ試せる方法が一つあります。やっぱりそう思う？腕輪も使えそうな気がしない？それはいいですね。力を込めるのに最適でしょう。すまぬ、さっぱり話が読めぬのだが。失礼いたしました。まずこの世界はもともとオロチが作ったもの。滅びへ向かう意志が何よりも優先されます。こ
この世界にいる限り、きっとオーディンもそれに逆らえない。だからオロチを倒して、その力を利用するんだ。腕輪は神の力を込め刺激するためのもの。オロチの力であっても原理は同じはずです。腕輪に魔王の力をも注ぎ、神を打つか。というわけで、アテナさん、アレスさん、オロチは頑張って倒すから、その力を吸収して腕輪に入れられたりしない？それは難しいな。あの腕輪はかなり繊細なものだ。不用意に扱えば壊れてしまう。オロチ本人が行うならいざ知らず、他者の力を外から腕輪に込めるとなると、想像を絶する丁寧な制御が必要だ。それができるのはおそらくちとなると、ますますゼウス殿の復活が欠かせないな。ロキが教えてくれた場所に急がないと。だがアレス、本当に父上を蘇らせることができるのか。今のお前のどこにそんな力が。余計な心配はするな。俺は必ずやり遂げてみせよう。その後のことはお前に任せる。いいか、何としてもオーディンを倒せ。人間どもと力を合わせればできるだろう。アレス、ウジヤス、のんびりしていていいのか。海戦は近いぞ。若造、そうドア打ちたく。忠勝、お前は元の世界では最強と呼ばれているらしいな。俺と戦え。お断りいたす。逃げるのか。貴様もそこらの雑魚と一緒だな。切れよと思う時には切れ、切れるなと思う時には切れぬ。これを真の離島という。対していかに切れ味鋭かろうと、己が収まるべき鞘をも立つ刃を、すなわち共闘となす。何をごちゃごちゃ言っている。要は戦わないということだ。さよう。ふん、まあいい。ならば俺の戦いを近くで見ていろ。最強がどういうものか貴様に教えてやる。その部、戦場にて拝見いたす。俺が真の三国無双だ。
雑魚。踏みつぶされたようだな。いつもどんな鍛錬をしているの？陳旧、我が元を去った後も息災にしていたようだな。あなたこそ本当に本当におかわりなく。うん、御師の活躍は聞き及んでおる。逃した魚の大きさに頬を噛む思いよ。なんと、それほどまでに、それほどまでに私を惜しいと。ああ、心の底からな。この機会にまた我が元に、いや仲間として共闘したいものよ。わかりました。ならば今一度、今一度だけあなたと共に戦いましょう。なんとも心強いものよ。感謝するぞ、陳旧。陳旧様、ご無礼の。突然話しかけてごめんなさい。